7-4。この頃はそういやワールドに名前がないんだな。ステージ選ぶとなんかコースの名前が大体あるんだけど、ここないんだみたいな。なるほど、これを使いながら上に上がれということだね。 OKOKOK 理解した。確か高く飛べたはず。どんどん行くぜ。とりあえずはスターコインゲッチュー。スターコイン的なものをいっぱいください。フェイスターコインください。もう中間、あれ1個目がない。うん、おい、あった。完璧だ。で戻ってきた。ウィーヒーヒー、ぬるかったな。全部手に入っちまったぜ。あ、豆マリオじゃないといけないところだ。豆がない。とりあえず通常にゴール行くか。よし、ナスナスナス。ナス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 。はい、余裕。あれ、あの豆マリオは意味あったのか。どこまで上がるんだい。まだまだだ、もっと空まで、空まで。宇宙と書いて空と呼ぶ。地球と書いて寺と呼ぶ。うん、気持ちいい。ふう、あ、いいのかな。はい、ゴール。なるほどね、下ルートがあるんだ。ミニじゃないとダメなんじゃない。じゃないとダメっぽいな。とりあえず行ってみよう。やっぱそうだな、豆マリオを、まあ、取りに行くか。単純にここの左側のノーマルゴールっぽいとこも行ってないから、そこをもうちょっと目指してみる。あー、なるほど、先に壊すようにあっただけか。うん、そういうことか。ゴールしなくていいわ。このハテナがミニだったら嬉しいな。先にこっちクリアしよう。急にオーソドックスなコースかと思ったら、ボムヘイズさん。あらあら、なんだこのキノコ、ただの背景だった。なるほどなるほど、ボム兵さんを使ってアイテムを取るというわけだ。持っとったら安全だよね。安全ではない、危ないけど結果楽っていうだけ。
タイミング測らなくていいからね。でかくなっとこ。来い来い、ファイヤー、カムヒア大胆、遠い、またミニじゃねえか。豆マリオ、豆マリオ、どこかにいないのかなと。ぶっちゃけ取りに帰るのめんどくさいから、どっかないんすかね。あったら楽でいいんだけどな。普通のキノコじゃねえかよ。ああ普通の一キャップキノコだ。かわした。一応しゃがんだ判定なんだ。あんまり意味が。普通のファイヤーじゃないか。なんもねえな。ここ無限キャップできなかったっけ。なんかそんな覚えが。鬼だなこれ。あ、なんかここは覚えてる。無限に湧くんだっけ。違う、その辺のいっぱい持ってこなきゃダメ。落ちちゃったよ。これもなかなかややこしいな。このもうゴールか。ちょっと打ってきすぎ。もう一発で足りるか。足りねえ。なんかいろいろ足りん。下につながった。とりあえずこいつが豆だったら楽だな。来い来い。取れねえ。やった、マーメー。これ来てるね。ミスらない。マーメー操作しにくいからな。安全に安全に安全に行きましょう。よし、組んだことにならないと。よし、これ大丈夫かな、この距離で。よし、見にくっ。そう、どういうこと。入れる？入れない。ん？なるほど。じゃあこっち先しなきゃよかった。こういうことか。先に前のステージクリアしとけばよかったな。でここから出てきて、でもう一つあれ裏ゴールか。
ここ1キャップだったよな。いらねえや。じゃ間に合わん。ちょっと危ないな。どんだけ飛んでくんだよこれ。危ない危ない。あ、これもしかして小さかったら取れねえんじゃね。取れなかないけどきついな。無駄にきついな。そうそう、もう消えちゃってんじゃねえかな。あ、まだ生きてる。よし。今豆プラス巨大のあれ終わらしてるから無茶せずにいっぺんクリアしときたいところではあるな。あれ？どうだっけ？こんな難かったっけ？ここ取るの。とりあえずクリアしとこう。2匹であそこまで行くのきついぞ。ここを壊したって届かねえだろ。ここで壊すか。とりあえずここか。これはあれかな。おわ、いやー余計なことしちゃった。死ぬか。中間からやり直せるな。持ってると高さがいっちゃうから置かなきゃダメなのかな。よし、あ、これでいけるな。よしと、落ちるな。やべ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 やうわー、マジかよ、もうここ地獄じゃねえか。ちょっと遠いな。間に合わねえだろうなこれ。そもそも倒しに行けねえ。死のう。よしよしよし。単純にむずいんだよなここで。これが行くのを見て戻る。よっと、おい、むっず。こうか。でこいつ、お、こうだ。よし、行ったろ。あー、行けた。よいし、オッケー。オッケーです。よし、頼むぞ。ちびきのこ、ちびきのこ。はい。はい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 。これマップに戻ったらどうなんだ。移動しちゃった。先に7の6行くか。変わらねえのかな。
りあえずいらねえこれ。下手にこういうので攻略しちゃうとアイテムの位置とか分かんないからね。やっぱ普通に行こう。多分これキノコだろ。うん、あんま特別アイテムでクリアしちゃうとちょっと寂しいものが。んん、てかなんだこのノコノコの量、多すぎやしませんかね。これ入れそう、気のせい。おお、びっくりし、ちょっと中間まで来たが現状なし。どっか上に登る、ほらあった、大体こんなんあんだよ。またこれか、下手に飛ぶと落ちんだよねこれ。スターコインあったら嫌だから飛ばない、飛ばないでいいよ。ほらね、これ取る前に落ちたら泣けるから。え、裏ホール早っ、裏ホール早っ。ちょっこれなんだよ、ここ表ゴールしたらも戻るの、もしかして。まあ、とりあえず一つ目ゲットっていうことで二度目の挑戦。今回は遠慮なくぶち殺していくよ、遠慮なくぶち殺していくから。お前はコインにしてやる、俺は小さくなっちゃった。あら、やっちゃう、あらおらおら、う、来てもらえ、くたばれ、君もタイガーだっていうね、飛び出せ君もタイガーだ的な何かが。さあ普通ルートでゴー。ん、ん、ん、下から行くだけじゃねえかよ、別に難しくもなんともなかったぜ。それは俺に炎の加護がついていたからなんだよ。あ、入れた、画面ちっさ、これ右に行けって、もしかしてそんなひどいことはないか。はいよー、あれ、ん、やっぱ右か、行くか、よし、イエーイ。なんだここ、上怖すぎ。よっ、おい、なんていうのこの、この、ああ、え、のこのこしかいなかった。うう、やっぱ戻るだけだ。もうここつながっちゃったから、そういう意味ではここの行く必要なくなっちゃったけど、まあ先にここ攻略してからにしよう。